いくいなあき子みたいな候補者に投票する有権者を減らして候補がありますか候補者の政策や今までの業績を見つか調べようともせずあの政党の方がやついてるから投票するわという軽いので政治家に向いてない候補者に投票する有権者を減らしてここなどについて広く氏のご意見をしたいですえっとまあでもその回収はその程度ということだと思うんですよねそのまあ直接的な原因ではないとは思うんですけどもともと安倍首相って昨日あの長野で応援演説をする予定だったんですよでところがどっこいその長野の応援演説をする予定だったなんとか 武蔵みつるさん,さんなんかあ違うわ名前忘れてたんですけどなんかカタカナ三文字の名前の人があの文春に20代、まあ、結婚してるんですよねその候補者の人がであの20代の女性に不倫で手を出してで子供が生まれたので中絶をしなきゃいけなくてでその中絶の同意書にあの偽名と偽物の住所を書いた で一応それってあの私文書偽造っていう法に触れる行為なんですけどでそれやらかしたよねっていうのが文春に乗ってでまあ、そういうスキャンダルをやってるやつのところに応援演説行くのは良くないよねということになり急遽安倍首相の演説が長野県から奈良に変わったんですよ。 であの岡山県とかにも行ってたんですけどそれはもともと岡山県行く予定だったのでセキュリティちゃんとしましたとで奈良県でおい,いきなり安倍首相来るってよって言われてももともとの警備計画とか勤務表とかあるのでいきなり安倍首相を守れるレベルの警備体制っていうのがいきなり作れるかっていうと作れないんですよだってもともと来る予定じゃなかったんだもんじゃあなんでそうなったのかっていうとその長野県の松本なんちゃらっていう人がやらかして文春になったから安倍首相が長野ではなく奈良に行かざるをいかなくなってで奈良は急遽だったので警備が手薄になってました でその犯人がもともと奈良は近所でしたっていうのでででも多分今回の事件があったので自民党は票を集めると思うんですよその比例で自民党って書く人も増えると思うのでなので結果としてその松本なちゃらさん当選しちゃうと思うんですよねなのでそのまあ別にその人が直接的な原因ではないんですけど少なくともお前がやらかさなかったら安倍さん今頃受きてたぞっていう人が安倍さんが死んだおかげで受かるっていう。 どううななのかなっていうまあ、自民党が受かったから安倍首相の本望であるという考え方もあるかもしれないですけどいやいやお前のせいだっていうふうに僕はまあ,あの直接的なは言ではないんですけど少なくともお前責任感じてもいいんじゃねっていうふうに僕は